アイテム番号、SCP-623JP。オブジェクトクラス、ユークリッドセーフ。特別収容プロトコル、SCP-623JP は分割されて、密閉された厚さ 0.5 メートルの金属製のコンテナにそれぞれ収容されます。コンテナの内部にはカメラが設置され、常に SCP-623JP を監視します。何か異常が感知された時もしくはコンテナの摩耗が確認された場合、即時サイト管理者に連絡をしてください。コンテナの入れ替えを行う場合、SCP-623JP の感知範囲より既存のコンテナを囲うようにして、新たなコンテナを投下してください。SCP-623JP の職務に携わる全職員は精神スクリーニングテストの基準を満たした D クラス職員ではない職員によって構成されます。職員は防護服を着用することが義務付けられています。実験以外の理由で D クラス職員が SCP-623JP の4メートル範囲に接近することは許可されません。D クラス職員を用いた実験はレベル3の職員3名以上の承認がなければ、実行されてはなりません。収容違反事例より、実験は無期限に停止されました。全職員は SCP-623JP 収容コンテナの周囲4メートルに侵入してはなりません。SCP-623JP の分断は全て無人機によって実行されます。SCP-623JP を分割する場合、常に本体を確認しながら、作業を遂行してください。説明。SCP-623JP は高さ約 2.3 メートル、幅約4メートル、長さ約5メートル、体積約4600万立方 cm の泥の山のように見える実体です。SCP-623JP の容貌は細部を除けばほぼ一定です。SCP-623JP の表面はざらついていますが、わずかに水分を含んでいるような見た目をしています。SCP-623JP の収容当時の質量は 2235kg でしたが、現在の SCP-623JP の質量は約 2521kg に増加しています。SCP-623JP の質量の増加量は実験に参加した D クラス人員の体重の量と同期でした。そのため、消失させた物質に応じて、SCP-623JP の質量は増加すると推定されています。この時、SCP-623JP の体積は増加しません。SCP-623JP は常に約 3km 毎時で移動しています。SCP-623JP の接触した箇所には SCP-623JP の構成物質が付着します。SCP-623JP の移動に伴い、SCP-623JP が接触した箇所は摩耗していきます。SCP-623JP に接触した D クラス職員及び精神白弱者、以下、対象、は瞬時に消失します。対象以外が SCP-623JP に接触しても消失現象は引き起こされません。対象を消失させた SCP-623JP は即時消失した対象の質量に応じて質量を増加させます。SCP-623JP は知性は有していませんが、知覚を有しています。この知覚能力には2種類があり、大まかに対象の場所を把握する能力と一定の知覚範囲に対象が侵入した時に活性化する能力です。前者の能力によって SCP-623JP は対象の位置を把握し、自らを活性状態へと移行させる距離へと移動します。SCP-623JP は対象以外に圧力を加えられても反応しません。活性状態は対象が SCP-623JP の知覚範囲から脱出するもしくは SCP-623JP が対象を消失させるまで継続します。活性状態時の SCP-623JP は約 20km、200km 毎時で移動します。この時、SCP-623JP はその構成物質をあたりに分離しながら対象へと接近します。SCP-623JP と対象の間に使用外物がある場合、SCP-623JP は構成物質を使用外物に擦りつけて摩耗させます。この摩耗は非常に高速で行われ、使用外物に SCP-623JP が通るのに十分な穴が開くまで継続します。分離された構成物質は活性状態時、3km 毎時で対象に向かって移動します。構成物質は非活性状態への移行と同時に 200km 毎時で SCP-623JP 本体に回収されます。回収される構成物質に接触した対象は消失します。
しかし、使用外物によって回収が阻害されると、即時 SCP-623JP の構成物質は非活性状態に移行します。分離した構成物質が対象を消失させたとき、SCP-623JP の質量が増加します。SCP-623JP は能動的に分割することが可能です。さらに、分割された SCP-623JP はその知覚範囲を大幅に減少させます。しかし、活性条件に緩和は見られません。分割された SCP-623JP の中で最も体積が大きいものが本体です。分割された SCP-623JP は非活性状態時でも本体同様に対象の方向を把握します。SCP-623JP は未知の物質と少量の人間の細胞で構成されています。細胞の DNA は、県に在住する現在行方不明の男性、のものと一致しました。の調査を行ったところ、およびその両親の消息は不明でしたが、年月日、によって、両親の行方不明届が提出されていたことが確認されました。SCP-623JP は地元警察によって、県、市、町の廃工場で発見され、その特異性から財団に応援要請がなされました。即時財団エージェントは現場に急行し、SCP-623JP を収容しました。回収班との合流時、SCP-623JP が活性化、収容が破られるという事例が引き起こされました。SCP-623JP はエージェントを消失させ、非活性状態へと移行しました。SCP-623JP は再収容され、サイト81に移送されました。その後、エージェントの GPS 反応を確認したところ、県、市、町の空き家に位置が移動していたことが確認されました。さらに、エージェントとの通信が可能であることが発覚し、博士によるインタビューが実行されました。詳細はインタビュー記録にて確認してください。県、市、町の空き家の探索中、文書が発見され、確保されました。詳細はホイ1より参照してください。対象、エージェント、インタビュアー、博士。博士、エージェント、聞こえますか？エージェント、ああ、聞こえるよ。くそ、ここはどこなんだよ？真っ暗で何も見えねえ。それに、なんかに包まれてるみたいだ。これは、泥か？博士、あなたは、町の廃屋にいるようです。エージェント、そんなに遠くに移動したわけではないみたいだな。だが、おかしいな。ここは家の中なんかじゃないぞ。なんか聞こえるな。いや、聞こえるというよりも意識か何かが流れ込んでくるみたいだ。博士、流れ込んでくる？エージェント、ああ、うまく言葉にはできないんだが、とにかく、お前は暴力を振るわなくてもいい。お前は許されている？お前は苦しまなくてもいい。お前は許されなければならない。お前は弱い、って感覚があるんだ。それにその感覚はそれぞれ独立にあるんじゃなくて、何か凍り合ってるみたいなんだ。みんな考えていることは違うけど最終的には全会一致で可決される議題に参加しているみたいな。ああ、とにかく、表現が難しい。難しいこと考えてたら、眠くなってきやがった。博士、気をしっかり持ってください。現在、あなたの救出方法を模索中です。エージェント、そいつはいい。だが、ここにいるのも悪くはないような気がするな。あくびと思われる音、くそ。喋ってられないほど、眠い。博士、職務の途中です眠ってはなりませんよ、エージェント。エージェント応答してください。エージェント、あ、なんか口に、もがく音、気持ち、い。その音声を最後にエージェントは応答しなくなりました。その後、定期的に連絡を試みましたが、寝息の音以外の音声は確認されませんでした。収容違反事例後、音声に粘着質な音が混じり始めました。最終的にエージェントとの通信が途絶えました。通信機が何らかの理由で機能しなくなったことが予測されます。SCP-623JP の特別収容プロトコルを制定するための初期実験が行われました。内容、簡易収容ケースに入れられた SCP-623JP の感知範囲及び感知対象の調査。対象、D-788J
痴情のもつれの果てに女性を殺害。結果、D788 が200メートル範囲に侵入した瞬間、SCP-623JP は活性状態へと移行。SCP-623JP は簡易収容を破り、D788 を消失させました。内容、厚さ 0.1 メートルの金属製のコンテナに入れられた SCP-623JP の感知範囲及び感知対象の調査。対象、D1025、右手が先天的に欠損しています。大規模な詐欺を行い、複数の人物を自殺に追い込んでいます。結果、D1025 が200メートル範囲に侵入した瞬間、SCP-623JP は活性状態へと移行。収容を破り、D1025 を消失させました。内容、厚さ 0.5 メートルの金属製のコンテナに入れられた SCP-623JP の感知範囲及び感知対象の調査。対象、エージェント、本人の志願、SCP-623JP の初期収容メンバーでした。初期収容参加前に後天的に左腕を失っています。殺人の経験の記録はありません。結果、エージェントが SCP-623JP の200メートル範囲に侵入したが活性状態へは移行しなかった。内容、厚さ 0.5 メートルの金属製コンテナに入れられた SCP-623JP の感知範囲及び感知対象の調査。対象、エージェント、本人の志願、家庭内暴力によって、厳重注意を受けています。殺人の経験はありません。結果、エージェントが200メートル範囲に侵入した瞬間、SCP-623JP は活性状態へと移行。簡易収容を破られる前にエージェントは感知範囲から逃れ、SCP-623JP は非活性状態に移行。内容、厚さ 0.5 メートルの金属製コンテナに入れられた SCP-623 の感知範囲及び感知対象の調査。対象、博士、SCP-JP に暴露したところ、精神疾患が発生。収容の予定でしたが、実験に参加することになりました。殺人の経験の記録はありません。結果、博士が200メートル範囲に侵入した瞬間、SCP-623JP は活性化した。博士は即座に感知範囲から引き出され、SCP-623JP は非活性状態へ移行。以上より、収容コンテナの厚さを 0.5 メートルに設定し、最大でも200メートル範囲を立ち入り禁止にすることで SCP-623JP を収容することが可能だと推定されました。博士の提言によって、SCP-623JP の分断実験が行われました。結果、体積が2万立方 cm 以下であれば、感知範囲を最小であると予測される約3メートルに抑えられることが発覚しました。以上の事実を踏まえ、特別収容プロトコルが制定されました。ホイチ。あれらが染み渡ってくる。お前は弱者だ、と意識に、何かの筆跡。弱者とは何か。私は弱者なのか。何かの筆跡。そうだ、泥がいい。すべてを包み込む、物言わぬ泥となるのがいい。言葉など意志など、何かの筆跡。救えない者にこそ安息を。収容違反事例1。SCP-623JP の対象把握能力の実験中に SCP-623JP の収容違反事例が発生しました。SCP-623JP がエージェントを対象に活性状態へと移行しました。エージェントを消失させた SCP-623JP は D クラス宿舎へと移動し、宿舎にいた D クラス職員すべてを消失させ、非活性状態へと移行しました。その後、SCP-623JP は職員に再確保され、収容違反事例は収束しました。エージェントが初期収容や実験に参加していたにもかかわらず本事例で SCP-623JP を活性化させたことから、活性条件に新しく、身体欠損を持つ者が追加されたことが推測されます。実験により、SCP-623JP の質量は増加していましたが、この収容違反事例が引き起こされるまで、活性条件の追加は確認されませんでした。そのため、SCP-623JP の活性条件の追加には質量が関係していることが予測されます。
この収容違反事例より、特別収容プロトコルは改定されることとなり、あらゆる D クラス職員を用いた実験は禁止されました。収容違反事例に、プロトコルの改定後、すべての SCP-623JP が感知対象なしに活性化しました。さらに、SCP-623JP がコンテナに接触すると同時に非活性状態へと移行しました。この事例によって SCP-623JP の収容違反事例の収束が取り消えされ、財団は即時 SCP-623JP 本体の探索をしました。結果、財団周辺に位置していた、村で非活性状態の SCP-623JP が発見されました。その時の SCP-623JP の質量は約 12,297kg でした。現在、村の住民の全てが行方不明です。SCP-623JP の再収容のためにエージェントが SCP-623JP に接近したところ、SCP-623JP は活性状態に移行しました。エージェントは迅速に SCP-623JP の感知範囲から逃れました。その後、無人機によって SCP-623JP は分断され、感知範囲外からのコンテナの投下によって収容され、収容違反事例は収束しました。以上から、SCP-623JP は全ての人間を対象とするほどに活性条件を緩和させたと推測されます。SCP-623JP は再度サイト、81、に移送されました。その後実験が停止され、職員も SCP-623JP の感知範囲に侵入しなかったため SCP-623JP の活性化は一度も観測されませんでした。完全な収容手順が確定したため、SCP-623JP のオブジェクトクラスをセーフへと再分類する申請がなされ、受理されました。